どうも、ぬるです。ドラゴンズクラウンプロ続きをやりたいと思います。今回は幽霊船の入り江。海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海のようだ。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っている。任せな。アガリン。おねかたちは海の中から美しい声に呼び止められた。人魚は好奇心が強いと聞いていたが、彼女はまさにその通りで、君たちにさまざまな質問を投げかけた。会話の中で幸運にも最小の船が海賊に襲われたという証言を得られた。君の推測通りだ。宝珠があるとすれば海賊の隠れ家に違いない。人魚の話では、ここは島々に散らばる海賊たちの交易の拠点でもあるようだ。交易拠点？財宝の中には、魔人を呼び出す魔法のランプといった珍しい品もあるらしい。あ、噛みつかれてる。待ち伏せだ。君たちの動きは海賊に察知されていた。それだけ暴れればさ。え
食事アイテムじゃないのかな。あ、ゾンビ。アイテム全然手に入んねえな。これ拾わないと無理だ。テント。おお、一定スコア貯まると顔アイコン左上のライフポイントが1上昇。海賊の隠れ家だ。奴らが襲ってくるぞ。海賊の手にあるのは魔法のランプだ。奪い取らねばまずいことになる。海賊がジニーを呼び出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。君たちの願いでジニーが現れ、ランプを取られるな。オーロランプすげえ。海賊がジニーを呼び出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。
君たちの願いでジニーが現れた。ランプを取られるな。さらばじゃん。やばい、死ぬ。海賊がジニーを呼び出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。よし。魔法のランプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。君たちは海賊の残した宝から最小に奪われた宝珠を見つけ出した。レベルアップ。君は持ち去られた宝珠を奪い返した。これは良さそうじゃない。君が持ち帰った宝珠は宝城へと届けなければならない。とりあえず装備。いらっしゃい。どれにするの？取り戻した宝珠を見て王女と公爵は本当に驚いた。隣国ボルガの手に渡るのは時間の問題だと考えて諦めかけていたからだ。この功績で君はかなり株を上げた。ディーンの信頼は厚くなり王女は君に微笑みかける。今後は衛兵から睨まれることもなさそうだ。こうして王位継承問題は決着した。近く前王の葬儀を執り行い議会の承認を得た後ディーン国王が新たに誕生するだろう。お、3000ゴールド。しかしディーンは物憂げな顔だった。ハイドランドの抱える問題は山積みで新たな王が決まったとしても国を取り巻く情勢は厳しいままだからだ。国の西方からは多くのチグナック族が各部族を従えて攻め寄せている。彼らを防ぐために作られた地下要塞がオーク軍に奪われて久しい。常に領土を脅かす北のボルガ王国とは和平条約を結んでいるもののハイドランドが弱腰と見るや条約など踏みにじって侵攻してくるだろう。さらにこれらの敵対勢力と手を結び領内に導き入れているのが魔術教団モルネウンを名乗る闇組織の邪悪な魔術師たちだ。ディーンの話を聞いて前ハイドランド王がなぜあれほどドラゴンズクラウンを必要としたのか君にも理解できる気がした。やはりあれがなければ。ディーンがぽつりと小声でつぶやいた。大仕事を終えた君は冒険者ギルドで仕事をこなす日常へと戻った。冒険者ギルドへ行きましょう。君が冒険者ギルドに届いている依頼書を調べているとその中に魔法使いルカインからの依頼を見つけた。依頼内容にはルーン魔法のことが触れられていたが
ルーンをよく知らないため詳しい仕事内容は分からなかった。君はギルド長サミエルにこの依頼を引き受けると告げて、まずはルカインに話を聞きに行くことに決めた。うん、戻った。依頼が来ている。なんかね、依頼を裏作業でやろうとしているんですけど、なんかプレステ3版の時よりも依頼を達成しにくくなってる気がするのは気のせいかな。なんかもっとガンガンやってた気がするんだけどね、一回でなんかクリアできないんだよね。君は詳しい依頼内容を聞くためにルカインの塔へと向かった。はい、というわけで今回はここまでにいたします。チャンネル登録、高評価等もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。